魔族の殲滅、これで完了だ。どうやら学園都市に張り巡らされてた魔術の気配も完全になくなったみたいだにゃ。つまり終わったんだな。助かったぜマティアス。こっちこそいい経験をさせてもらった。さてあとはこの魔道具を触媒にして元の世界に戻る転移魔法を構築するだけだが。転移魔法を普通に発動するだけじゃダメなんですか？普通の転移魔法では異世界に飛ぶことはできない。魔族はこの魔道具に加え転移魔法にも改良を加えてたみたいなんだが、それを解析する前に倒しちゃったからな。どういうものだったのかは自分たちで探るしかない。だが得られた魔道具は一つだけ。魔法が失敗したら壊れる可能性も考えて慎重に動かないとな。ねえマッティアス、その転移魔法の魔法陣って見せてもらってもいい？ん？いいぞ。こんな感じだ。ここの模様はどういう意味があるの？ああ、ここは…ふむふむ。ここを組み合わせたりとかはできないの？そことは術式の組み合わせが悪くてできないが…ああ、けどこっちの構造なら…よし、できた。元の世界に帰還するための転移魔法陣の完成だ。おお、インデックス、すごいね。あんな短時間で転移魔法を理解しちゃうなんて。ふふん、なんせ私は10万3000冊の魔導書を記憶してるんだから。10万3000冊！魔法規則の基礎知識を教えてもらえば術式構築のお手伝いぐらいはできるかも。と言っても完全に理解したってわけじゃないし、結局完成させたのはマティアスだけどね。いや、あの発想は俺にはなかったものだ。久しぶりに勉強になったよ。まあこの魔法陣は魔道具ありきでしか発動できなくて、転移前の場所に戻るだけの即席のものだけどな。でもそれだけ難しい魔法を作れてしまうのはさすがマティ君だなって思います。勉強すればこれぐらいルリーにもできるようになるさ。それにしてもインデックスの魔術の知識だけじゃない。神崎の剣に上条の右手、俺にはまだまだ知らないことがたくさんある。そしてそれを理解すればさらに強くなれる。そのことを実感できただけでも幸運さ。ありがとう。この世界で君たちに会えて本当によかった。ああ、俺も会えて楽しかったよ。あのルリーさん、気になる方にお弁当を作ってみるって話聞きました。その頑張ってくださいね。応援してますから。はい、ありがとうございます。逸話さんのことも応援してます。頑張ってくださいね。私もいろいろとお世話になりました。またいつでも来てもいいんだぜ。そん時はもっといろいろ逸話の料理をご馳走するのよ。本当ですか？楽しみです。その約束忘れないでくださいね。土帝の射撃の腕前すごかったよ。僕も向こうで負けないようもっと特訓するからね。ただでさえ誘導もできるのにさらにか。きっと将来はとんでもなく強くなるにゃ。それじゃあマティアス、気をつけて戻れよ。ああ、またな。上条トーマ、今回はいきなり巻き込んでしまいすみませんでした。またあなたに助けられてしまいましたね。天草式ともども、このお礼はいずれさせていただきます。いいっていいって、こっちも被害被ってたんだし、これぐらいお安いご用さ。また何かあったら言ってくれ。あなたという人は本当に。さて、私たちは報告のためにイギリスへと戻ります。
せっかく来たのにもう戻りか。これも仕事のうちとはいえ疲れるのよな。それでは上条さん、あまりお話できなくて残念ですが失礼しますね。そんじゃ俺も行くとするぜ。神谷、またな。俺たちも帰るか、インデックス。うん。それにしてもすごい経験だったんだよ。まさか竜の背中に乗ることになるなんてな。竜ってあんなに速いんだな。剣と魔法があって魔族とか竜がいる、そんな世界か。きっと物語に出てくるようなファンタジーな世界なのかもね。一度見てみたいもんだな。そしてトーマ、私はお腹が減ってきたかも。晩ご飯は何にするの？何にするかな。外食でお金使っちまったから献立の評価はお手柔らかに頼むぜ。